シャーシャー。今回ですね、はい、バディファイトって、はい、あの超ガチレアとか強いじゃないですか。強いです。特に今回ドラゴンフォースだの、めっちゃ強いっす。バルトサオバラシだの、めっちゃ強いっすね。そういうこといっぱいあるじゃないですか、はい、もうね、憎い憎い、もう超ガチレアが憎い、超ガチレアが憎いということで組んできちゃいました。こうスリーブに入れなくても OK な最強デッキ。博士は超ガチレア大好きな。お、じゃあこれ超ガチレアいっぱい入ってる。入ってる。倒してやるよ。全然バディレアとか憎い手札が3枚、6枚、ゲージが手札が3枚3枚、6枚、ゲージが2枚じゃん。リズム知らない？知らない。3枚、6枚、ゲージが2枚、最初はグーだけ。はい、今のインターセプトはな。行くぜ、バディファイト。オープンザフラッグ、ヒーローワールド、レンジャーワールド、バディはダイスの説、アインダー、バディはアワイト、ミニマミー。行くぜ、ハクスのターン。これはチャージ&ドロー。なるほど、そしたらセンターにデス・アス・モーダイ。これ見て見て、この光り方、もういきなりデス・アス・モーダイさん。ほら、3ダメージ。これが7、1枚ドロー。まあそいつね、そこからですからね。そう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 、全部引いちゃった。チャージ&ドロー。おいえおいえ、まずはこれは装備、デンジャラステッキ。お、ここら辺かな。オッケー、きた、強い。このカードめっちゃ光ってる。はい、ゲストを横向きにするとドロップゾーンのマミーを1枚コールすることができると。なるほど。センターにビッグマミー、ライトに、あ、レフトにビッグマミー。1万2000じゃおら、1万2000は受けて、はい、まあ、ライフリンクと破壊した時の能力があるんだけど、破壊した時の能力から使います。はい、デッキの上から3枚ドロップゾーンに送って、その中のモンスター3枚までをコールコストを払わずにコールします。はい、デリン、グエーン、うん、天部かな。はい、まあ2体しかないからね。でライフリンクで2ダメージ。そしてライフリンク2なの。ライフリンク2で、ライフリンク5ぐらいあると思ってた。で、じゃあ天部の登場させておこうかな。はい、まあ、アイテムあるからな。サイズ1以下のモンスター破壊、破壊されました。はい、ターン終了だ。いくぜドロー。なるほど、そういうサムシングか。イエー、バイホープソーチャージ、イエー、アットロー、イエー、なるほど。いや、シンバング三人戦カルテッドファイト、シンバングにカルテッドから、アインド、アインド、アインダーって何番目の選手なんですか。1番目です。2番目は、2番目スパイダー入ってますか。入ってないです。ほら、何またそれって、何戦隊モノキャラをソロで使おうとする。あ、シャッフルいつか、いっす、そういうことだよな。今は変身、ガシャン、バディ変身、バディ変身、ライフ1回復。このライフ1回復はね、はい、大事ですから。まあ確かに、はい、ライフ1は回復じゃ大事じゃなかった時はない、ない。そしてグランルーラー、オッケー、シルバリア、バリバリア、ワンダロー、強っ、博士めっちゃ強っ。アタックしていいですか。いいっす。グッグイじゃない、ちょっと考える。はい、あ、アタックしていいですか。いいっすよ。グイじゃない、こっちは全防御力1000なんだよな。シャドウクルセイダー、デッキの上から3枚をドロップゾーンに置く。でダメージを3減らす。ほう、キンの57。あ、アタックしてまいに。はい、デンジャーステッキ、相手のターンに使うことで防御モンスターを出すことができる。で、おーいえー、おしまい。スタンドドロー、チャージ&ドロー。ラミゴさ、はい、超ガチが憎いって言ってるね。ホロ使ってんの。そうだよやっぱり
こうなんて言ったらいいんだろう、超勝ちみたいに能力が強いカードじゃなくてもこう光って活躍ができるシーンがあるということを見せてやる、バディーコール。アーマイトメニーマミーってさ、音が出てくるっていうね。ゲージにデンジャラボンのピラミッド。おいえ。いやでもここは、ここはもう本気で行くところでしょう。デンジャラ的能力発動。うん。ドロップゾーンから光ってるやつ、光ってるやつ。でってれー。アタックするぜ。おいえさ。アタック。いやー。2回攻撃をドロップゾーンのマミーが1,2,3,4枚以上なら得るぜ。そうでしょう。やべ、全然手だよかった。このターン倒せないからアタックグエン。そうでしょう。あアタックシルバリア。2回攻撃2ダメージだ。あーターン終了。モンスターストロー。ターン開始時にデンジャローのピラミッドはドロップゾーンからモンスターを出せる。なんだと光ってるやつ、光ってるから。チャージャンドドロー。ファインダー。お、ナンバーワン戦士だから。おいよー、きたー。あーあーあああああああ。おっと、ターン終了。終了。ターン開始にドロップゾーンからこっちのターンでも出せる。嘘でしょ。ミニ出したドロー。チャージャンドドロー。メニーマミー。メニーマミー。博士、はい、覚悟はいいか。はい。アタック2ダメージ。しょうがない。2回攻撃2ダメージ。しょうがない。3回目2ダメージ。しょうがない。4回目2ダメージ。デレションデストレイデルタの博士博士アタック2ダメージ。うわーうわーうわーしゃーそーアミーゴが今回使ったデッキはこれということで、今回マミーいっぱい入ってるデッキです、はい、めっちゃ入ってる。どっちもデッキ何枚でも入れるっていうカードなんですが、このマミー、ドロップゾーンにマミーがドロップゾーンに4枚以上あったら2回攻撃と。ほう。これを1,2,3体出して合計12ダメージ。これだけでね。はい。さらにデンジャラステッキ、これはドロップゾーンのマミーをさらに出すことができると、うん、なんで12ダメージ与えた後に能力を使ってさらにドロップゾーンのマミーを出して、うん、さらにこいつが出たら2回攻撃と、合計16ダメージも狙えるめちゃ強いデッキです。今回マミーがいっぱい入っているのはこれ。そしてさらにこっち側、こっち側はマミーが合計は場に3体並んでいたら打撃力3でアタックできると、うんうん、つまり3体で9ダメージ狙えると。なるほど。なんで超攻撃型デッキとなっております。はいはい。このデッキなんですが、レアはこのデンジャラ王のピラミッド以外入ってないという。なるほど。これが波波、これもジョー、これがジョー、ジョー、ジョー、レアで、このカードもジョーという感じで。なるほど。モンスターこれ以外全部何、魔法はジョーだけでできてるという感じです。このデンジャラ王のピラミッドは毎ターン2体出せる、うん、毎ターンね、相手のターンと自分のターンで合計2体出せるんで、もうマミーデッキには欠かせないカードなんで、これだけ入れちゃったんですよね。なるほど。これだけ入れたんですが、はいはい、まあ、他にもカード入れてね、ぜひとも皆さんもお気に入りのマミーデッキ組んでください。組んでください。ということで、動画20連発チェックディファン。